ベインブリッジはアメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の一番艦。艦名はウィリアム・ベインブリッジ大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ベインブリッジは1899年8月15日にペンシルベニア州フィラデルフィアのネーフィーレビーシップエンジンビルディング社で寄港。1901年8月27日に バートラム・グリーン夫人によって浸水し、1902年11月24日に予備役のまま艦長ジョージ・ワシントン・ウィリアムズ隊の四季でバージニア州ノーフォークに栄光された。収益は1903年2月12日であった。ベインブリッジは12月23日にフロリダ州キーウェストを出港し、スエズ運河を経由してフィリピンに向かい、1904年4月14日に カビテに到着した。1904年から1917年まで、ベインブリッジはアジア艦隊第一水雷小艦隊に所属し、1907年1月17日から1908年4月24日までと1912年4月24日から1913年4月までの期間は予備役にあった。1917年8月1日にベインブリッジは、 カビテを出港してエジプトのポートサイドに向かい、その地でポートサイドで9月25日にアメリカ偵察部隊第2戦隊に合流した。1918年7月15日まで偵察及び戦団護衛任務に従事し、その後帰国の途に着いた。サウスカロライナ州チャールストンに8月3日到着し、艦隊と共に 大西洋騎士沿いで活動した後1919年7月3日にフィラデルフィアで退役した。ベインブリッジは1920年1月3日に売却され、スクラップとして解体された。ありがとうございます。